演技力の高い俳優が同じ時期に放送されている複数のドラマに出演していると一瞬、頭が混乱する。一人の人間が演じているにもかかわらず、ちゃんと違う人物に見えるからだ。現在で言えば、井原六花。火曜ドラマ、マイ・セカンド・アオハル、TBS 系と NHK 連続テレビ小説、ブギウギで、井原は対照的な役柄を見事に演じ分けている。マイ・セカンド・アオハルは、こんなはずじゃなかったと思いながら日々を送っていた30歳の主人公、白玉助也子、広瀬アリスが、謎の大学生、小笠原拓、道江俊優の一言をきっかけに大学生となって、第二の青春を謳歌する物語だ。学び直しは人生100年時代における重要な課題だが、大人になると新しいことを始めるのは正直欲求。そんな中、令和の大学生たちと混ざり、建築士の夢を全力で追いかける助也子にバイタリティを分けてもらっているような感覚になる。しかも、助也子は男女問わず建築学科の学生が集うシェアハウスに入居。まるで恋愛リアリティショーのような暮らしぶりが眩しい。特に気になるのが、助也子と拓の間に芽生えそうな恋の行方。互いに授業で提出する課題やコンペに出す作品作りを手助けするうちに、二人は関係性を深めていく。その中をかき乱しそうなのが、井原演じる桂山キーナだ。屋上で助也子に、素直で可愛いと言った拓が、キーナとキスしたと思わせる第2話のラストシーンに思わず声が出た。でも、最初から拓とキーナの雰囲気に嫌な予感がしていた人も多いはず。特にキーナに関しては、井原の含みのある芝居がそのキャラクターに奥行きを持たせている。例えば、二人で楽しそうにしている助也子と拓を見るときのじとっとした目、好きや、みんなの前で自分だけが知っている拓の情報を披露する際のどこか得意げな口調が、視聴者の警戒心を強める要素になる。とはいえ、わかりやすく悪女でもない、絶妙なバランスで井原はキーナを演じている。2015年に、当時所属していた大阪府立富岡高等学校ダンス部のバブリーダンスがブームになり、キャプテンを務めていた井原に世間の注目が集まった。もともとバレエの経験者で、子供ミュージカルにも出演していたことから演技、ダンス、歌と幅広い表現方法を心得ている井原。本格的に芸能活動を開始した6年前からドラマや映画の現場も複数経験し、ここからさらに飛躍するであろう、ネクストブレイク候補の一人だ。朝ドラ、ブギウギでも強いインパクトを残しており、井原が演じるのはヒロインの鈴も、趣里が所属する梅丸少女歌劇団、USK の団員、秋山美月、鈴子の後輩だが、USK のライバルである花咲少女歌劇団から移籍してきて早々に大人気の男役となる。先輩、後輩関係なく誰に対しても物おじせず意見するため、当初は周囲との軋轢も生んでいた。裏表のない性格やストレートな物言いはキーナとは対照的。ただ、この役でも井原の芝居におけるバランス感覚の良さは発揮されている。美月は確かに実力派だが、それを鼻にかけるタイプではない。先輩に意見するのも決して見下ろしているわけではなく、彼女の場合は自分にも他人にも厳しいだけなのだ。それがいちいち説明せずとも伝わってくる演技はさすがの一言。その前提には、脚本家の意図が反映された台本の深い読み込みと、それに基づく緻密な演技プランがあるのだろう。表面には現れない登場人物の性格や心情をつかむのが上手い井原の今後の活躍がますます楽しみだ。